若者を騙すね、グループの通話にですね、潜入捜査しようかなと。来<た>おっけ、きたきたきた、おめえらきつい、行くぞ<あ>マルチ商ね。<laughs> クオリア出てきた。化粧品品と健康食品ですおー、はい、ちょっとなんかうさんくさくなってきたな。しゅんさんが今聞きたいっていう感じなんで、なんで俺に振るの今から1時間ぐらいかかる。なんでそんなかかるの、はい、出落ちしてしまったら申し訳な,くない。なんでそんなうことするんだよね。いやもうマルチはただの、これ。やばいな。 22時50分から若者を騙すす、ね、グループの通話にですね潜入捜査しようかなって、まあ、多分前も放送でやったことあるんですけどもしもしはい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 え一応この方がですね<や> LINE で来たんですよねなんか昔の同級生でしたっけそうです高校の時の同級生で、はいはい、全く喋ったこともないような子からいきなり来た感じです、はい、なるほどねまあこれも前ありがちだよねみんなね俺のことは何て相手に言ってるの友達25歳のしゅんさんで、うん 友達と伝えてます。俺の本間の本も言わないから、しゅんって。二十五歳のしゅん、え、これでもさ、<あ>友達ってことは同級生ってこと?。そう、私も二十五なんで。ああ、あなたも二十五なのね。え、待、ま、って、えと聞かれたときめんどくさいから、ちょっと二十五歳で、えと、なんなの?。ネズミです。ネズミ、オッケーオッケー。ネズミ、ネズミ年で。え、これ、突とのこと、でも、なんて呼んだりの同級生なの,のに。あだ名みたいな。したことないんで。うん。なんて呼んだらいいのか、わかんない<っ>。<laughs> なんだろう、友達、じゃ、友達とこの人、一応友達っていう名前でいいか、じゃあ。 なんか友達はどこに住んでるのかと仕事を何してるかを聞かれたそうです。はいえー、と仕事ニートの方がいいかな。みんな仕事何する ?YouTuber。いやダメだ,めだそれや一番やばいやつや。迷惑系 YouTuber にしようかな。<laughs> フリーターにしますか フリーターって言うと、でも何の仕事のフリーターなのっていう。コンビニコンビニするか。じゃあ、コンビニ、えー、ローソン。<laughs> こんなの決めなくていいから別に。<laughs> コンビニバイトと居酒屋バイト掛け持ちしてる。お客それで行こう、それで行こう。それで行こう。<laughs> それで行こう。掛け持ちで大変、大変アピールってことかいや、すいませんね。本当に掛け持ちしてる人いたら、この中で。いや、大変なのわかるんで、はい。いやー、じゃあ、これで行こう。<れ>あ、住んでるとこか。住んでるとこでも同じの方がよんいいんじゃないですか、あなたと。 そう関西で一応、うん、京都に住んでます京都じゃあお大阪とかにした方がいいかな大阪大阪のどことか言われたら嫌だな大阪東大阪に住んでるでじゃ東大阪にしよう話し方でバレないいや大丈夫っちゅうねん全然大丈夫やでせやかてえあ相手どうどうあ既読つきましたおッケーたきたきたおめえらきついくぞえ待って待ってってかズームかズームの名前俺今あーやばいやばい俺ズームの名前さあぶねえ ズームの名前、俺、さ、佐藤かけるになってる。大道寺。よし、大道寺、旬で行くか。いやー、でもちょっと、大道寺ま、あいいや、大道寺、旬で行くか。あー、待って待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って。コンビニと居酒屋、バイト、掛け持ち旬になっちゃった。豊中は不合層の住む地域だから、フリーターが住んでるの。あ、なに港区とかそういう感じ、東京都で言う。やばい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 。そうなんだ。知らなかった。そんなことないのじゃあ実、実家住みにしちゃ実家住み。え豊中、実家住み。実家住み、25歳、フリーターで行こう。あ、行きました。一人暮らし したいいってうう名目で行こう大阪に大道寺いないならしいです大大大阪に大阪にに寺って名前の人一人も存在しないの嘘でしょマジでそんなことあるじゃあ俺唯一無二の存在ってことかな引っ越してきた設定もうじゃあ実家住みダメじゃん。もうどうすんの今更設定がさ関西弁なりやいいっちゅうねんやねほオナ大丈夫やってやっちゅうに大丈夫これ関西勢からなんか批判を受けない いや、でも俺よくエセ関西弁って言われるから大丈夫だって。で、広し、俺広島生まれ広島育ち、広島魂なんで、広島から大阪に来たってことにしよう。何した淀川淀川にしょ淀川に。めちゃくちゃだけど、なんとかなる。めちゃくちゃだけど。てか、そこまで聞いてこないでしょ。 淀淀淀川川川区、淀川区、区オ,オッケー、淀川区のどどこって言わわれたらどうする？わかりません、ね。僕は大阪の知識ゼロなんでこれ以上は個人情報なのでいや一緒にビジネスをするやつにそんなこと言わないでしょ既読つきましたじゃあズームに入ります皆さんはじめましょお願いしますお,お友達の方はいそうですはい、よろしくお願いします<ー>すみません男性の方あっはいえ、ね、そうです、ね、<ー>はい会社員の方ですかとフリーターですね申し訳ないですああなるほど僕、はい、病院勤めと看護師の方してまして、はい、あの看護師しながらあのこういった副業の方させてもらってるんですけどはいはい看護 ををやっててて副業でビジネスをしているまずそもそもこれ看護師かどうしかがまやしいよ俺のイケボに騙されてら <laughs> お前たちのやってることはまるっとつると見通しだ、まあ、あのうあのもうそれもはい、はい、あのちょっと説明の方してくれると思うんであ,ありがとうございます、はい、入ってこられたんでほうよっしゃ稼ぐぞ入ってこられたボスが来たみんなボスがこれ下っ端だからです お疲れ様です。お疲れ様です。顔出してきた。なんかイケメン、イケメンみたいな。大塚と申します。よろしくお願いします。おお、近い、近います。しゅうさんは、何のお仕事されてるんですか。すあ、僕はコンビニバイトと居酒屋バイト掛け持ちです。あ、そうなんですね。どちらでやられてるんですか。あ、淀川区の方です。あ、淀川区。はい。え、こどこですか。え、駅でいうと。あ、大阪市の。駅でいうと。淀川です。あ、淀川駅。はい。あの、阪神のですか。はい。あ、そうなんですね。僕、今淀川区住んでます。え。 ね、僕、西中島に住んでます。そうなんですね。 はいちょっと9月にね、南森町に引っ越すんですけど、西中島に今住んでます。なので、僕も淀川区民です。ちょっと離れてますけどね、淀川駅からね。はい、なんか画面共有されたな。なんだちょっと全部は見せれない顔がするから。はい、ちょっと僕の自己紹介だけ先にさせていただこうかなと。大塚和人と申しまして、年齢で言うと25なんですけど、大体26の代ですね。お前らこれ調べてほから建物に携わるお仕事が。この名前のやつ調べてほしい。お前ら出てきたぞ。本当の聞いたことあります。マルチ商法、クオリア出てきた。 完全然知らんく。おお、していいしゅんさんはどちらさんを聞かれたことありますか。えっと、どちらさんっていうのは。なんか、ネッ,ネットワークビジネス、クオリア。 僕は、ちくわ。クオリア自体は、僕はわからないですけど、なんか、他のネットワークビジネスが、なんか、こういうのあるよっていうのは、聞いたことがありますね。はい、ただ、ちょっとよくわからないので、やらなかった。感じはい、はい、はい。了解です。了解です。じゃ、ちょっと、そこら辺も含めて、説明しようかなと思います。まあ、僕もね、全然、本当に、イメージが、なんていうか、悪くて。まあ、なんていうか、イメージが悪いっていうのも。 ちょっと労働収入とは違ったお仕事でして。で、僕たちのこのネットワークビジネスっていうのは最終形態この B のお仕事になっていくと思ってもらったら OK です。労働収入と権利収入の違いなんですけども、例えばここの村には水がなかったとします。で、遠く離れてきた川から水を汲んできた分だけ収入が入りますよっていう世界だった場合、労働収入の人の考え方っていうのは、バケツを持って行ったり切っ,ったりを繰り返すわけですよね。はいえー、収入が欲しいってなったら、それこそもう一つバケツを持つ。いわゆるダブルワークをしてみたりだとか、 あとは、寝る間も惜しんで、こう行ったり来たりを繰り返す。僕もね、サラリーマン時点に残業っていうのがよくありました。いわゆる労働収入の人の考え方です。僕たちのやってるのはですね、この権利収入とお仕事は、地下にパイプラインを作るようなイメージです。パイプラインを一度作ってしまえば、いわゆる水が自動的に流れてくる状態になりますよね。いわゆる寝ててもお金が入ってくる。いわゆるお金と時間が手に入るっていうのが権利収入の まあ最終着地なんですね。3万から万まあとりあえずここら辺はこういうふうな稼ぎ方がありますよっていう、それこそ労働収入の時間を適当なこと言ってだけだから減らしても OK ですし。 なんでなんだ<で>米の作り方みたいなのを今話してる感じ。いきましょうっていうお話って思ってもらったわけです。じゃあどうやって米をそのなんか肥料とか、土地こうをね、耕したりするかっていう説明はまだされてないですけども、僕たちはこのクオリアっていう会社と雇用関係を結ぶのではなくて、クオリアっていう会社,う会社が出してるビジネスモデルを使って自由にビジネスをやってるって思ってもらったわけ、OK、です。感覚で言うと、YouTuber みたいな感覚です。y o u t u b e r y o u t っていう会社に、 サービビススをを使ってビジネスを行っててジネ行るわけですね別に YouTube から雇用関係を結んでるわけではないんですね。うん、そうそうそう。うん、で、終ってもらったら OK です。じゃあ、このクオリアっていう会社は、どういったものを扱ってるのかというと、化粧品と健康食品です。おお、ちょっとなうさんくさくなってきたな。<laughs> 例えば、しゅんさん、月収10万円の権利収入、寝てても毎月。 振り込まれるわけなんですけどもいつまで欲しいですかず,ず,ずっとずっと欲しいですよねはい、はい、僕もずっと欲しいですなんなら僕孫の名まで欲しかったですいわゆるずっと金利収入が発生し続けるっていうのはにさ先生みたいなのやめてずっと仕組みが回り続ける必要があるんですね 扱ってる商材がん、答商材なのかどうかっていうのが、すごく大事になってくるんですね。これさ、ちょっとさ、詳しい人さ、何に違反してるかさ、教えてほしいんだよ。なんか始まったぞ、また。まあ、こういった会社さんっていうのはですね。例えばですね、百貨店さんとか。これ、今、なんか、あのみんなが知ってるような企業の名前を言って、そのうちの。あの、この話は、信憑性ある話ですよ、みたいなふうに、あげてる話ですね。これね。三パーセントって言われてるんですね。これ、全然関係ない企業の名前を言って。 抑えてる会社っていうのはかなんう,うちの会場でにアピールしてるんですよ、今これ。今そのアピールタイムです,でですね。<れ>なんで、資生堂さんとか花王さんとか、事法違反というところの商品が、まあこういったところで、まあ、原価率からかけ離れた支通を起こしてるかというと、いわゆる総合代理店とか地方代理店とか、問屋とか、二次問屋。こういったところにお金がかかってくるわけなんですね。いわゆる中間コストっていうところにお金がかかってきます。芸能人えっと今23時ですパッケージ代。こういったところにお金がかけられるわけなんですね。<laughs> CM とか芸能人とかパッケージ。 こういったところにお金がかけられても別に化粧品とか、図書品は怖いあまり意味がないんですよね。しシャンプーってどちらさんの使ってますか俺、蜂蜜のやつ。ああ俺,なん俺何ですか俺何でしょう蜂蜜のやつ。俺シャンプー何でしょうから。<laughs> やってるやつですね。蜂蜜。なんか CM でありますね。なんか、まあなんかこう芸能人のと多分モイスチャーケアでしょ。う。なんか芸能人の可愛い方とかが、なんかその広告してたら、なんかちょっと手に取っちゃいますよね。一般の流通の会社っていうのは、 あ、良さそうって思ってもらって、消費者の方に手に取ってもらえれば、もうそれで OK なんですね。売れれば OK。ただ、例えば CM で、例えば、まあ、つとかの CM で言ったら、スマップのメリットなんか曲が流れてあったりとか、ドライ女優さんがね、いろんな人が使ってるよ、みたいな感じでやったとしても、別に綺麗になるかどうかっていうのは別問題なんですね。いわゆる、こういったところにお金をかけられるんじゃなくて、ここにお金かけてほしいわけですよね。クオリアっていう会社はですね、 じゃあ、どういった会社なんかっていうと、う CM しない、芸能人使わない、店舗構えない、人雇とはない、こういったところにお金を使うのではなくて、品質っていうところにお金をかけてます。ダイレクトセリングって言って、直販流通の取法を取ってます。特定商取引法違反。代表的な会社さんで言うと、ドモホルリンクルさんとか、最春関西薬所さんとか、ヤズヤさんとかっていうのがこのダイレクトセリングっていう業界。あ、ね、あいった会社さんって、外国ドラッグとか、百貨店に商品売ってないんですよね。じゃあ どこで買うかっていう話なんですけど、いわゆる電話で買うかインターネットで買うかしかないんですね。で、インターネットとか電話で注文すると、工場から直接商品が届くんですね。巻きができないんでしょこの人たちはずっと同じ説明してるから。これ初めての説明じゃないから、うまくみんなさ説明してるふうに教えるかもしれないけど、こいつだって多分この説明を何十回何百回してるわけよ。それがうまく説明できるよね、楽しいいや、まだ怪しくない。 今これ会社の説明だからね、稼ぎ方を。ちょっとし谷に稼ぎ方を教えてもらいますか知名度はないんですよね。聞けって言うわ。じゃあその知名度ってどうやってか稼ぎ方よね、単純に聞きたいのは。でもこれ今、人を信用させるための説明を今してるわけ。なんで僕この年谷に。これってどれぐらい時間かかりますかちょっと本当時間が。 あんまりいなくて、明日朝早くて寝たいんで、ちょっとでは。そこ飛ばして仕事内容を教えてもらいたいなっていうのはあるんですけど。ああ<ー>、<理>なるほど。じゃあもうご自身ですか<初>やいや、<あ>もう今日の方が二人の予定がなかなか合わないんで、今日もうサクッと教えてもらう。最初に30分ぐらいで終わるって言ってたんで。30分私のことは OK <ー><か>です。 もうサクッと最初に教えてもらえたらなと。その話をまとっていいんで。あ、OK です、OK です。なんていうかこう、ね、なんかその、今話してるのは後日でいいんで、先に稼げる方法を教えてもらえたらなと思って。お大丈夫ちょっとここから、まあ、会社説明ですので、まあなんていうかこう、大体1時間ぐらいは、やっぱりこう、しっかりご理解した上で、 なんていうか、こう、検討していただきたいので、うん、まあ30分でなかなか終わる内容ではないですので、まあ、普通に後日でも大丈夫ですよ。時間があるのにすいません。はい。ええー、どうするす後日にしましょうか。そうですね。まあ、じゃあ話聞くしかないが、これは。あれなので。の会社の説明をしなきゃいけない理由は、はい、そうですね。またちょっと、まあ、時間があるときに、あの、えー。すいません、シゅんさんが今聞きたいっていう感じなんで。なんで俺に振るの じゃあ早巻き目で話してもらっていいですか <laughs> 巻き目大体ね、今から一時間ぐらいかかります。なんでそんなかかるのシュンソまあやっぱりこうしっかりかいそうですね。やっぱ伝えきれないと。はい。うん。当然<私>また後日いやいやいや、もうだるいな。とりあえず私も聞きながらなんで、も寝落ちしてしまったら申し訳ないです。なんでそう,いう言するんだよね。そう このまま話してもらってもいいですか寝落ちしていただいたちょっとあれなんで、まあ。聞いてるんで、本当今日しか、ちょっと最近夜勤とかが多くて、聞ける日がないんで、とりあえず途中まで聞いたんで、このまま話してもらっていいですか昼とかでもいいですよ。今がいいんで、<laughs> 今は話してもらっていいですかなんかね、言い方がきついんだよな、これ。今話してください。了解です。言い方がきつい。完全に、喧嘩かしないよ、大丈夫か。 お説明始まっったたたかああね切られたかと思ったんあーやっぱそうかいや切られたわいやーちょっとマジかーいや今の言い方普通に切られるよなでももしもし切られたあーごめんなさいやっちゃいましたよねえ終わったえ俺は今なんか追い出されたんだけど私も追い出されましたえこれさちょっとさあいつに聞いてくんないその<な>男の方に何をですか今終わったたけどどういういいことみたいな l i n しますね。電波落ちましたかって言われた、言われました。いや、なわけないやろ。今、だからホストが終了しましたって出てたからね。まあ、でも、突然ね、ちょっと言い方がきつかった。なんか、謎に。<laughs> ごめん、だって、なんか、やたら後日後日って言ってきて、うん、私もちょっと。いや、まあ、それはまあ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 、<laughs> いまあ、しょうがない。もう過ぎたことなんでしょうがないんでど、どうなったか聞いてくれないか、その友達に。え、なんか、落ちましたけどっ,つって。バグですかねって言ってます。バグえー、じゃあ、もう一回立ち上げてくださいって言ってくんない時間大丈夫ですか。あ、俺は大丈夫、大丈夫、大丈夫。 それかもうこの男の子から話を聞くっていうのもあります。うん、あ、それでもいいですよ、全然。ちょっと今、返事待ちです。はい,はいはいはい。はいあ、待って、無料版ズームだから30分で勝手に切れただけか。あ、そういうことかな。あー、おそこに金かけれないってやばくない<あ>ズーム無料版使ってんのが。ばっかじゃん。何がお前なあ、なんか自動で10万も20万も入るだよ。そんなやつがズーム無料で使ってんじゃねえよって話じゃん。まあ、無料る人でしゃべってなはいはい。え 有料版使ってるらしい,ですいやほんとあの新しいズームのあれはまだなのって聞いてもらえるなんかいろいろ書いてあるね彼氏から、えー、友達からクオリアという会社のベルクアージュという美容液をあさっき言ってたね美容液、えー、その美容液は3万円で4人以上に紹介して紹介した人に買ってもらえると自分に報酬が入る仕組みいやもうマルチやんただのこれ。 でかネ,ネズミ子やん普通のこれ。やばいな。だあの会社の説明なんかね、はっきりで何の意味もないんだよね。キリア私の妹も被害に遭いましたえ、これさ、実際にどうなったか教えてほしいんだけど、そのな経緯を言う、こういうふうになりますかみたいな。 あのね、なんでね相手ってね説明をあんな長々とさせたいかっていうとあれ洗脳タイムなんですよ要はなんで最初に稼ぎ方を言わないかっていうと会社がいかにすごいかと自分たちがいかにすごいことをしてるかっていうのをペラペラペラ,ペラ1時間かけて説明することによってあの相手を洗脳するわけですよでどんな催眠術師だってあのおかあの時間をかけないと相手に催眠かけれないじゃんそれと一緒で1時間やっぱ必要なんですよ人を洗脳するのにある程度そうだからあの稼ぎ方だけ教えてくれっつっても教えてくんないよかたくなに言うの そうこれも大体そうななのみんなクオリアに入会するだから結局あのねみんなねまずこのネットワークビジネスで騙される騙されない方法としては先行投資があるかないかあのなんでお金を稼ぐ方法を聞いてこっちがお金払わなきゃいけないのって話なんですよで基本的に先にお金をこっちが払うパターンのお金を稼ぐ話ってもう全部嘘です全部騙されてますはいこの初回登録とかこれが例えば300円だとしても結果的に何万か取られる羽目になるんで、まあ、んバレたっぽいな,なんか 返事が遅いないいななななやーちょっとダメだな既読つかないななんて言ってんの最後の調節しますねっていうのと、うん、有料版使ってますっていう感じです <laughs> どうでもいいからどうなどうなったんだよ, <laughs> よ、ね、LINE でグループツアーでもいいですよって言ってまあ以前業務停止された会社が名前を変えてクオリアっていうのを立ち上げたらしいねまあだからあのぼったくり酒やと同じだよ ぼったくり居酒屋ですってツイッターで晒し上げられるじゃんで名前を変えてまた新しくぼったくりやってるみたいなうん。いやまあこれなんかバレたっぽいなちょっとどうっすか返事あり,ありません返事が来なくなりましたおふざけんなよおいたた田原田辺 なんだっけいやーちょっとせかしすぎたかいやでも1時間あれ聞くのちょっと辛くない拷問すぎませんいくら生放送とはいえだってあれから1時間って言ってました、うん、って言ってたね確かにそれはやばいマジでいやー多分これ入リスがばらしてるうんこれ多も無理やと思うな記録もつかなくなりましたうーんなるほどねこれはもう無理だなまあ うーんまあちょっと詰めれなかったけどまあ単純にまあこのクオリアやるなって話だねまあみんな分かってると思うけどうんあインスタ鍵やかになったからバレてるいやなんかねリスナーがツイッターでこいつのインスタ特定したとかバカ見てたツイートしてでそこでバレて突撃されしてて裏でで今鍵やかになったからまあ、無理やなもうこれは多分バレちゃったなまあしょうがないもうちょっと探偵気取りがいるからいなくなっちゃいました皆さんはい潜入失敗ということでこういう時もあるこういう時も